パーフェクトデイズという映画で渋谷の公衆トイレ の清掃員の役でしたけども、初めて公衆トイレの清掃を2日間みっちり練習した、まあ、これはもう俳優をやってなきゃなかなか経験できなかったことだなと思って、やっぱりそうやって僕に指導してくれた清掃員の方から、やっぱりこの公衆トイレを使う人たちとの交流とか、気遣いとか、そういう話を聞いて、非常にやっぱりなんか栄養を正さなければという経験をさせてもらいました。自分でこう頑張ろうというモチベーションというのは、もう素晴らしいそういう作品をこう観客として見たときに、ああ僕も一応同じ、映画というジャンルの中で働いている人間としては、ああ頑張ろうかなっていう、こう勇気を与えてもらえるので、大抵僕はそうですね、まあ音楽でも映画でも演劇でも絵でも何でもいいんですけど、そういう人たちにこう、引っ張り上げてもらってるような気がしますね。